覚悟でございます。ということで本日の食材がこちら。よいしょー、 Amazon で購入したお魚ってことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして本日の食材がこちら。 Amazon で購入したお魚っていうことでね、まずはこちら開けていきましょうか。おー、はいはいはい、おー、これはいいものだ。あ、素晴らしいわ。じゃん、こちら Amazon で購入しましたサーモンになります。サーモンです。以前こちらの動画でAmazon でクエを購入しましたよね。で、それと同じ業者さんがこのサーモンを売ってたんですよ。タスマニアオーストトラウトセミドレス 3.5kg、 値段が 25,855円と、ものすごく強気な値段でサーモン1匹丸々売ってたんです。ちょっとこれは気になるから買っちゃおうと思ってね、また買いました。なかなかAmazonで 25,000円払ってサーモン買うって勇気いるじゃないですか。そういう時は我々 YouTuber に任せてください。そういうの買ってみます。企画にしやすい。というわけで買ってみたんですけど、ものすごくいいですね。まずは大きさ測っていきましょうか。以前のクエの動画で、いやそれお前金子価格だろっていうコメントあったんですけど、僕あの一切連絡取ってませんよ。ほんとガチでガチの抜き打ちな感じで買ってますん でこの前針がねゼロに合ってなかったんで、今回はしっかり合わせますね。 3.5kg 以上っていうことだったんでね、 3.5kg なかったらまずいですよ。ただ持った感じこれ 4kg 近くあります。いやだよね、 5kg あります。 3.5kg どころじゃないな、 1.5kg もオーバーしてますけど、いやこれはもうお買い得。トラウトってことだったんで、もうちょっと小型のラインが入ったニジマスが大きくなったようなやつが来ると思ったんですけど、なんか普通にアトランティックサーモンみたいですね。アトランじゃないのこれ。いやまあこれ2万5000円だったら全然妥当だと思いますよ。むしろ送料とか考えるとお買い得かなって思っちゃいます。でも味はどうなんだいってことでね、今日はこちらのサーモンを使ってサーモンの握り、オニオンのせマヨネーズを作っていきたいと思います。なんかお寿司屋さんとかであるじゃないですか、あれめっちゃ好きなんですよね。定期的に食べたくなる。というわけでそれ作っていきましょう。それとあとあら汁も作りますか。お寿司とお味噌汁は最高です、ということでやっていきましょう。さあそしたらさばいていきましょうか。でね、鱗取ってもいいんですけど、まあ取らなくてもいいですね。まあ取った方が綺麗に皮は引けるし仕事も綺麗だと思うんで、今日は一回取りますね。あ、塩焼きとかにする場合はこのサーモンの鱗のついたパリパリの皮も好きっていう人もいますんでね、まあ取る取らないはお任せで。今日はね、皮引いてお刺身用にしますんで、鱗は取っちゃいます。まあ、鱗取らなくても、まあいいんですけどね。でもまあ、鱗は取る癖つけた方が、まあ、いいような気がする。どの魚さばくにあたっても。はい、鱗が取れました。ほんで、セミドレスっていう風に売られてましたよね。セミドレスって何のことやと。セミドレスっていうのはですね、業界用語みたいなもんなんですけど、お腹が抜かれた状態ですね。こう頭もしっかりついてる状態、それがセミドレスと言います。今回エラついてますけどね、エラも取られてることが多いですね。ほんでドレスっていうのは頭も内臓も取られてる状態、それをドレスと言います。ここはテストに出ると思います。さあそしたらさばいていきましょうか。まずは頭を落とします。サーモンの頭は柔らかいです。いくら5キロとはいえどもね、すごく柔らかい。でもね、サーモンは意外と歯が鋭いです。痛いんですよ。でそこだけ気をつけてくださいね。これがアマゾンで買えちゃうんだもんな。一昔前だったら考えられなかったですからね。僕が動画投稿始めた時、5、6年前か。こんなん絶対買えませんでしたからね。もう最近の物流はね、すごい。しかもこの鮮度感が来るんでしょう。なんかいい時代になったなと思う反面、なんか何でもネットで手に入るようになっちゃったの。寂しいなって思う平成生まれのおじさんです。ゲームとかおもちゃとかも、なんかアマゾンでピッて買うだけで今来るじゃないですか。今あんま店舗に行って買いに行く喜びっていうのが、なんか減っちゃったのかなとか思いますね。ビデオとかもさ、アマゾンプライムとか、U-NEXT とかで簡単に見れるじゃないですか。昔はレンタルビデオ屋行って借りてましたもんね。時代は変わりました。はい、そしたら頭の処理ですね。牙は痛いので、もうここ取っちゃいます。もう簡単に切れちゃうんですよ。柔らかいので。ここ取っちゃって、こういう状態にします。で、まあ、カマも取っちゃいますか。カマ取った方が扱いやすいので、はい、カマを取りました。このカマがうまいんだ。で、頭はカブト割りで、エラのところ、ここもね、出汁はあまり出ないので取っちゃいます。
ペラペラなのでね。そしたら残った頭のところもここもね、半分にしちゃいましょう。よし、これで頭の処理は完成。意外とね、簡単なんですよ。でも出歯じゃないとちょっときついかもしれませんね、いくら柔らかいといえども。さて、そしたら下ろしていきましょう。にしても綺麗に処理してくれてありますね。血綿も綺麗に取ってあります。下から1本で、上からも入れます。で、上に入れるときはちょっと曲げる。サーモンはちょっと曲げてピンと皮を張った方が下ろしやすいです。スッとまっすぐ1本入れて、その角度のまま中骨に向かって包丁を通していくと。これね、難しいんですよ、意外と。もうサーモンって骨柔らかいんで、タイとかヒラメみたいにカリ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 っていう感触がないんですよ。なのでもう噛んでシュッといく必要があるんで、骨ギリギリを攻めて下ろすっていうのが難しい魚。最初の一匹はね、間違いなく失敗すると思います。はい、パカッと、こんな感じで骨ギリギリに攻めましたね。で、身はこんな感じ。いい身してますね、綺麗な身、鮮度も最高ですね。そしたら次は骨を取っていきます。ここに背骨がありますんで、ここ頭の方からこう入れてって、もう背骨だけを引いていく感じ。こういう感じですね。で、ここら辺までいったらちょっと骨の角度が変わるんですよ。なので一回ここでヒレを落とします。取りました。ちょっと邪魔になっちゃうんで、このヒレは。で、ヒレを取ったらもう一回ここ戻して、で、若干包丁を下に落とす。下に落としてスーッと引いていくと。はい、こんな感じ。こうですね、無駄なく下ろせましたと。で、あと骨は打つ打つ打つ、これもいい出汁が出ます。そしたら骨をこうやって取った方の下身の方ですね、こっちの方にヒレがついてきちゃいます。なんでこのヒレを取っていきます。シューッと撫でるように、こういう感じですね。できるだけ肉をつけないようにヒレだけ落とすと。はい、ヒレが取れました。はい、ここまで来たらあとは腹骨をすいていきます。スーッとここら辺ぐらいまで入ったら、もうあとはね、こう引っ張るだけ、ビレピロピロっと。サーモンの腹骨はこんだけしか入ってません。なのでここまで入ったらピロピロっと取ってください。はい、こんな感じ。んで、中骨の骨がちょっとだけ残っちゃう場合あるんですよ。その場合はちょっと V の字を入れて取っちゃう。こんな感じですね。ほんで、血合い骨がここにブワーッと入ってますんで、これは後でピンセットで抜いちゃいましょうか。こちら側も腹骨をすいていくと、スーッと、できるだけ薄く薄く薄く入れて、ここら辺まで来たら尻尾の方からよいしょ、引っ張って腹骨を取ると。こんな感じ。はい、あっという間にこのようにおろし終わりました。本当にね、サーモンは慣れれば簡単です。力もいりません。なんで柔らかいんで、ちょっとね、コツつかむまで難しいんですけど、コツつかんでしまえば簡単。よし、あとは向こうのキッチンでやっていきたいと思います。そしたらまずはあら汁から作っていきましょうか。こちらのカットしたあらにお塩を振っときます。さーっとね。これで10分ほど置いて臭みを取っていきます。よし、そしたらその間にサーモンを柵取りしましょう。まずは中骨を抜いていきます。こんだけ大きい骨が入ってますんで、これを全部抜いていきます。そしたらここ腹も取っちゃいましょうか。ここ外しちゃって、で、この腹ものところは脂がすごいんですよ。お刺身にするのはね、好きな人は好きだと思うんですけど、僕はちょっとくどいかなと思うんです。なので腹もんは僕は塩焼きが好きですね。そしたら皮引いちゃいましょうか。ここで半分に割っていつも引くんですけど、このぐらいの幅だったら一発でいけるんじゃないかな。尻尾から入れて、ピロッと、おお、上手に引けましたね。やっぱりね、鱗を取った方が綺麗に皮が剥げる。で、引いた後もこうまな板に鱗がつかないんですよね。鱗ついたまま皮引くと鱗がね、ビシッとまな板についちゃいますんで、やっぱり鱗は取る癖をつけた方がいいですね。あ、それで皆さんすいません、僕ね、オニオン寿司作るって言ったんですけど、さっきね、買い物行ってオニオンを探しに行ったんですよ。そしたらね、いいオニオンがなかったんです。加熱用の固めのやつしかなかったんですよ。サラダオニオンみたいな柔らかいやつがなかったので、ちょっと急遽メニュー変えます。本日はこちらの Amazon で買ったサーモンを使いまして、
サーモンのあら汁、これは一緒ですね、サーモンのあら汁とサーモンの炙りマヨ丼作っていきたいと思います。すいませんね、気まぐれなもんで。そしたら柵取りしていきます。真ん中で1本切っちゃって、こういう縁側みたいなところ、こういうとこは取っちゃいます。んでちょっと斜めに入れますか。こんな感じで、おうまそう、いいサーモン、さすがね、2万円超えのサーモンだけはありますね。めちゃくちゃ鮮度もいいですよ。全然ね、これ見本よりいいですよ。見本だとほんとニジマスチックなやつが書かれてましたけど、全然アトラン系のいいサーモンですよ。あんまないっすよ、見本よりいいやつが来るって。ちょっとびっくりです。はい、柵取り完了。そしたらあとはこちらを切って盛り付けるだけと。そんなこんなで、アラがいい感じに汗かいてきましたので、アラ汁の続きいきましょう。そしたら水気を拭いていきます。でその時にこうやって血とかがついてる場合がありますんで、こういうのは取っちゃった方がいいですね。はい、臭い匂いの汁が取れましたと。そしたらこちら、このままあら汁作ってもうまいんですけど、一回カリッと焼いて余計な油をしっかり出した方が絶対うまいんですよ。ちょっとね、このままだと独特な香りが残るし、油っこいあら汁になるんですよね。なんで一回パリッと焼いていきます。サーモンのあら汁ってあんま聞かないと思うんですけど、実はむちゃくちゃうまいんですよ。スーパーとかにね、たまにサーモンのあらとか売ってるんで、ちょっとやってみてほしいですね。めっちゃうまいんで。よし、いってらっしゃい。よし、パリッと焼けました。もうね、めちゃくちゃ油が下に落ちてますね。これでいいんです。このね、腹のところ、ここがうまいんですよね。そしたら昆布だしを引いておきました。沸騰直前で昆布を取り出して、そしてそこに根野菜を入れていきましょう。今日は里芋、そして大根も入れましょう。で大根と里芋に火を入れていきます。はい、根野菜に火が入ったら、そこに焼いたサーモンのアラを入れていきます。よし、これでグツグツと5分ほど煮ていきます。はい、そしたらご飯を用意して、僕はじゃあサーモンですね、背中の一番上の方を使いますか。でこれを切っていきます。そぎ切りですね、こういう形で。うまそうな断面ですね。これね、握りにしたら最高だろうな。まあ、オニオン握りはまた今度やりましょうか。今日はね、たっぷり使いましょう。もうめちゃくちゃありますんでね。よし。そしたらここに乗せていくと。はい、そしたらここにマヨネーズ。で、炙っていきます。マヨの焦げたいい匂い。そしたらここに大葉をちょっとかまして、そしたらここに醤油をちょっと垂らして、はい、これで炙りサーモンマヨ丼の完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。こちらが炙りサーモンマヨ丼。で、こちらがあら汁ですね。もう最高の組み合わせですよ、こんな。まずは、炙りサーモンマヨ丼いきますか。このマヨネーズの焦げた感じがたまらんっすね。で、サーモンもちょっと炙られてるんですけど、重なってるとこはちょっとまだレアなんですよね。よし、これをいきましょうか。醤油もかかってますんで、もうこのまま食べるだけ。じゃあこちら、いただきます。
うわ、うん、うめえ。ジャンキーでうまいな。この食べ方は反則ですよね。絶対に美味しい食べ方ですもん。でこれに卵黄をちょっと潰して、卵黄とこのサーモン絡めて、でこれでいくんですよ。これうーん、うまっ。で、からのあら汁、うめえ。大成功。でもこんな動画上げたらスーパーの鮮魚コーナーからサーモンのあらが消えるだろうな。このサーモンのあらの価値にみんな気づいちゃいますね。ほんでね、このサーモンのあら汁には根野菜を入れてほしいんですよ。大根とか里芋とかさつまいもとかね、そういうものを入れるとめちゃくちゃうまい。ちょっと磯の香りが欲しいなっていう方はね、ここに乾燥の青さとか青のりパッと振りかけるとまた高級感ある味になりますよ。はい、ということで今日はこちらの炙りサーモンマヨ丼とあら汁ときましたらお飲み物をこちらやっていきたいと思います。せーの、じゃん。緑色のやつ、口の中緑色のやつでさっぱりいきます。日本の心、たっぷり氷と一緒にいただきます。サーモンってほんとうまい魚なんですね。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日はアマゾンで購入した1尾2万円以上するサーモン注文してみて、さばいて食べてみましたけども、めちゃくちゃ良かったですね。びっくりです。本当にクエに引き続きネット通販で生鮮っていうのはね、ほんと 70% ぐらい外すんですよ。でも今回はね、ほんと当たりすぎ。いや、裏で連絡取ってんじゃないかなっていう風に視聴者さんに疑われるぐらい物良かったですね。全く連絡とか取ってないですからね。で、冷静に考えたらクエはすごい安かったんですけど、サーモンはちょっと割高かもしれません。まあでも市場行くまでの交通費とか、あと駐車場代とか労力を考えたら、まあ、全然安いですね。おありかなと思いました。まだね、こういうアマゾンシリーズ好評でしたらやっていきたいと思いますので、こんなんあったからちょっと買ってみてほしいっていうのがありましたらね、コメント欄とかツイッターのリプライとかに書いてもらえるとすっごい嬉しい。めちゃくちゃ助かってくる。企画にしやすい。はい、というわけで今日はしょありがとうございました。バイバイ。